ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、海夏です。ドラゴンクエストシリーズ全踏破企画第26弾、 3DS のスライムモリモリドラゴンクエスト3大海賊と尻尾団、その4回目の配信です。前回ライバルキャラであるスライバが登場しまして、そいつを倒して海図を手に入れまして、魔法の海図か、魔法の海図を手に入れて、そこでシバレルという地方に来ましたね。ただそこには住民がいなくて、それを調査するために忍者たちを探すっていうところから再開ですね。で、今一人目を発見した後かな。そしたらシバレルの港に戻って、このマップに見えているあそこね、でかい師匠しかいなかった、あそこに行って忍者を見つけてきましょうか。また取れる？あ、取れる。いない。いないね。お、出てきた。青鬼。よくここを見つけたな。頼み事があると見えるな。だが望みを叶える前に、お主の技を見せてもらう。見せてくれたら、お主の望みを叶えてやる。一面砂漠のスフィンクスをもう一度倒してきてくれんか？なるほど。メインストーリーでボスを倒してこいと言われるとは思わんかった。願いを聞いてくれたらお主にミラーシールドを差し出そう。おう、なるほど。ちょっと先にもう一体かのお願いを先に聞いて、ここ何かな。火山島の港、目的地じゃないぜって言われた。で、寄り道してんじゃねえってことやな。こっち側からは、水路通っていけばいけるのかな。ドラゴン型。早いんだよな。逃げられない。回復薬か。回復薬はちょっと置いておこう。発射された。デシモードはな。あ、敵戦そのまま乗り込んだ。このまま、こいつらぶっ潰しておくか。敵がいなくなったぞ。どっちかな、こっちかな。お、初めてじゃない、パーフェクト。チュートリアル以外で初めてかもしれん。で、ドラゴン系が揃いましたね。狭い水路を陣取ってる。こいついやらしいよな。だか、仕方ない。やるか。初手から突っ込んだ方がいいのかな。敵が結構乗り込んでくる。あ、行こう行こう。どう？1減ったか。何食らったかな？盾を当たった感じかな？シンクロ系も揃いましたね。まだ奥にもいんのか。厄介な。で、陣取ってるのはどっちだろう？どっちにいるかな？右側かな？あ、ここだね。隠れ港。ここにもう一体忍者がいる。隠れてる。赤忍者。ここに来たということは何か望みがあるですか？やっぱ U のパワーをミーに見せてください。あ、この、ちょっと、ルー大柴的な言い方のやつもいたね。でも、マロク長のやつがいなくなっちゃったね。どうすれば U の望みを聞いてあげます。ピンクモーモンの船パル買い揃えてくるのって、今ちょうど全部揃った。大金ですね。それは今すぐ達成できそうだ。今ちょうどね、揃ったからね。設計図が。間違えた。人間高いからな。せっかく買ったから、力上がる系なら装備しようか。同じ速さ上がる系の戦隊だけど、ここは変えない。飾り。25度の方が若干 R、若干。こっちに付け替えよう。はい、次、マスト。23、23、30。ピンクロー、変えよう。で、あとは、選手か。そしたらスーラになったけど。とりあえずピンク色にしとこう。
二個一系になったり、二個一どころか、四個一状態。で、これで、この赤忍者は、達成しましたね。あとはスフィンクスを倒してこなきゃいけない。全部買い揃えてきましたよ。Oh, great! Fantastic! You の great はこれでよくわかりました。Present for you! 月に使うといいです。大木槌、大金槌か。盾をぶっ壊せるってやつね。船乗りの英雄になった。赤忍者のお願いをクリアしたので、二つ目のお願いもコンプリート You are great だ。You の望みもあとちょっとで聞いてあげられます。あと一箇所、Me の仲間が隠れています。Me のいるところとは別の寒い海図の場所です。あともうちょっとです。Let's challenge! そのスフィンクスのとこ行こうか。ただもう一箇所、人があるようなので、そっちに寄ってからかな。ドラオが何やら言っている。海夏くん、この海域はヤバそうっす。特にとんでもない敵がいるかもしれないっす。早くこの海域を抜けた方がいいっすよ。なんだろう。誰がいるの海域を抜けようにも、こう普通に通るしかないんだが。だからどうだった？向こう抜けたいんだよなぁ。お、なんか今紫色っぽいやつがいたな。あっちの方。なんだろう、聞いたけど、紫のオーラをまとっているやつがいた。いてつく海岸の港。さあ、ここは、港かな？なんじゃこりゃ。寒い地方のどこかにある電車からアイテムを手に入れたことがありますか？あるよ。ではすごいですね。これせめてものお礼です。お、イカ槌の杖。来るのなかなかめんどくさいやつ。前回だね。電車からアイテム取ったの。さて、どこ抜けていこう。ここ抜けていけるから。あ、別にこっちは抜けられる場所じゃないんだな。気になるぞ。あー、ブーメランか。ブーメランはいらないや。海図に乗ってないから危険だぞーって。こっちダメなんだ。じゃあちょっと、上側を通って行こうか。あ、ピンクロに捕まってしまった。会心の一撃が出た。で、壊される。アイテム来い。ここをスフィンクス出してきたぞ。そうか、敵も召喚を使ってくるのか。あそこになんか光ってるな。光ってるのは、なんかね、勝ちの線みたいなやつだったかな。なんかね、前逃げられたんだよね、こいつ。これなんだろう。逃げていっちゃうんだよなぁ。行かない方が良かったんかな。もしかして。上から飛んでくる。迷う鎧は、あれか。こっちの心を壊しにかかってくるのか。並走というか。相手の魚雷対策に、この魚雷は持っとこう。さっき一発撃ってきてたからな。そしてもう倒してる。メタル系だ。僕は超高そう。だー。どっちか。A もらえるんか。1万ゴールド。ルンマスト。さっきのなんか、ダークオーラを発しているやつだと思う。おい、早かった。やってしまった。上から飛んできている。お、回復2段階目入った。いいぞ、いいぞ。弾数で負けちゃってるなぁ。せっかくの薬草が。急げ、急げ。もうちょっと、あ、入った。オッケー、行くぞ。これはあれか。ウェイ。お、パーフェクトになってる、いつの間にか。回復してたが、タイミングよく。1500なのかな、パーフェクトは。だとしたら、まあ、そんなに頑張って狙わなくてもいいのかもしれない。おぉ、追いつかれなかった。よかったよかった。一旦下がって、で、スフィンクスだね。スフィンクスは、どこだっけ？スフィンクスは最初だからここでいいのか。あ、違う違う、ここ2番目だ。面砂漠の港か。こっちだ。
他にもね、2箇所ボス倒してくれっていうのはいたんだけど、あれなんか、お願い増えてるぞ。モンスターたちのお願いが出てる。お、仲間になる。ほうほうほう。あの、船バトルで戦ってくれるってことだよね。おもんじが船バトル仲間に加わった。おもんじはいろんなところでいっぱい捕まえてるからな。お、衝撃の尻尾弾。一作目の副タイトル。10体ね。他のやつは違うんだな。それぞれ。おもんじゃだけ10かな。これなかなか。ボスだけ倒そうかなと思ったけど。でもちょっと時間がかかりそうだから、それはまた、裏作業でやりましょうかね。まあ、ストーリーを進めるぞ。僕がくれた命で俺は何度でも蘇るんくす。さあかかってコインクス。勝負してやるんくす。いいよ。まだまだこれからが本番だんくす。俺は負けたけど俺はまた蘇るんくす。次は負けないんくす。怪人系だ。砂漠の魔獣を再び倒したぜ。いくつか新しいアイテムもできたから、デッキ調整を。あと仲間か。うん、じゃあとにかく弾を撃って撃って撃ちまくってくれるだって。あとは侵入して攻撃もあるね。HP がちょっと少なめなんだ。ただミーホンと変えようかな。弾を撃っぱなしてくれた方が、ありがたい。あとはデッキだね。これ。糸交換しようかな。神像でいいかな。お化け団岩用にね、入れといたんだけど、あれそもそもダメージ低いからもういいかなっていう。あと、ついでに他のちょっとボス敵も倒してこようか。それぞれちょっと倒してこいって言われてるから。で、ここも、だよね。モンスターたちが。基本20体なんだろうな、きっと。こっちだっけ。あ、地上へ。地味に当たり判定がわからないところね。オーブの力はすげんだべ。また空を飛べるんだべ。ほれほれ、復活したオラと勝負していくんだべ。戦いを楽しんでる。いくやつか。いってない。2発しか当たらんかったか。また落下か。計算が当たった。落下攻撃多いな。で、半分。あそこ本気を見せるだべ。頑張れ。斜め攻撃。当たらない。届かない。あれは早すぎた。出られないな。うまくいかんな。お、早い。当たってなかったか、最後。オッケー、当たったー。勝ったぞ。オッケー、あとちょっとー。これか。当たってしまったー。このオラが負けるなんて、悔しいんだべー。オラ倒した。あと何倒せって言われてたかな。お願いの、とんがり古墳の電車も言われてたな。地上へ倒したね。アスーラシア鉱山の化石か。はいはいはい。古墳はちょっとルーラーで行けないから、ここは普通に向かおう。あそこにまた光ってるやつがいるぞ。あ、これさっきと違うな。これがカジノ船みたいな。ヤンス。あ、驚いた。海賊かと思ったでヤンス。今珍しいものを運んでいるところでヤンス。遠慮しないで見ていくでヤンスよ。お、ヤンスの船か。おーおー、ほうほう。を変えるのね、玉系のやつを。でも高いな。高い、超高い。しかも、在庫数もそんなに多くないしね。ちょっとこの値段では買えねえな。なるほどね、カジノ船かと思ったけど違ったんだね。
遠くからしか見れなかったからな。電車どっちから来るかな。どっちだろう、わかんない。奥から来るかな。奥から来たね。あれが電車だ。まあどうな、何、ちょっと待ってちょっと待って、外した、マジか、外したぞ。また待たなきゃいけないじゃん。じゃあちょっと待ちましょうか、せっかくなんで。外屋根のところ返してくるんだ、ね、あ、出てこないよ。実は一方通行だったりする。でもなんか相手も乗ってねえな。あったあった。何でもいいから飛んでね。これも連戦バトルのやつだっけ。何戦あるか。連続戦と3回か。なるほど。あ、では鉱山行きましょうか。結局一体見つかってないんだよね。確か。俺また目覚めた。とても退屈。俺お前と遊ぶ。逃がさない。熱烈な愛情。キーン、ウキキーン。まだまだ、もっと遊ぶ。で、バッファロー型の。木がでかくなるからありがたいんだけど。こいつは。あとちょっと。そういうこともあるな。ちなみに染みる一発だった。よし。荒ぶる骸骨化石ってなってるけど、化石って基本骸骨だよ。こっち帰ろう。で、さっきの羽と化石を追加しようか。何と変えようかな。同じ速い系ならナスカの羽の方がいいか。あ、攻撃力はかなり増強されたぞ。ひとまずこれでシバレルの忍者のところに戻って調査を開始してもらおう。地面砂漠のスフィンクスをもう一度倒してきてくれんか。達成しました。見事な腕前。お主の技はこれでよくわかり申した。これを使ってさらなる高みを目指されよ。あ、ミラーシールドね。眠れる氷の獅子。さあ、これで3体の忍者、お願いクリアしましたね。我ら3人のお願いを全て叶えられたか。では約束通り、お主の望みを聞かせてもらう。なるほど。シバレルの異変について調べてほしいと。では早速、仕事にかかろう。お主はシバレルにて、我らの報告を待たれよ。風のごとき速さで望みを叶えて死んでよ。了解。ここは特に何もないんだね。あの忍者はシバレルで待てって言ってたよな。そうっすね。でもどこにもいないっすよ。町の方にいるんじゃない？お兄ちゃん探してみれば？いつ忍者たちがここに来るかわからないから。シバレルからはしばらく出ないようにしようぜ。了解です。ビッグパパさん、いらっしゃいませ。おはようございます。挨拶ありがとう。あ、でも何も素材増えてないからいらないか。お、来たね。待たせたです。急に現れたぞ。そんなことよりも調査の報告を頼むぜ。住人の気配がなくなったのはここにいないからではない。彼らは今もこの町にいる。氷漬けになってな。なんだって？そういえば氷の彫刻を見たような気がするけど、それってこの町の住人なのか？だからあんなに静かだったのか。その通りです。そしてこの現象は町の裏にある山、しばれる雪山が関係しているようですね。どういうことだ？山に普段いない尻尾団がたくさんいました。悪いことを考えているに決まってます。尻尾団がいるってことは言って調べてみようぜ。それからもう一つ、山で尻尾団に襲われている町の住人を助けた。彼と話せば詳しい話を聞けるかもしれん。今はこの町にいるはずだ。分かったぜ。ありがとうな忍者たち。では我々はこれにてごめん。お前の出番だぜ。こっちに行って
住人に話を聞こうぜ。さあ誰が助かったんでしょうか。唯一の生き残りか、これか。それにしても雪だらけだな。雪合戦できそうだな。山の民、こんな大変な時に何が雪合戦だ。こんなことやってんのは山にいる尻尾団だけだ。おっちゃんが忍者に助けられた住人だな。尻尾団の他に変な光が近くに来なかった？なんでお前そのことを。確かに数日前変な光が雪山に現れたけど。やっぱり間違いないぜ。オーブは山にあるみたいだぞ。あの日からこの町はおかしくなっちまった。住人が凍りついたみてえに動かなくなっちまってよ。話しかけてもうんともすんとも返事しねえんだ。尻尾団が現れて山に近づけないんだ。そのせいで山へのお供えができなくなっちまったんだ。山のたたりが起きてるんだ。きっとそうだ、絶対そうだ。大変なことになってるな。早くオーブをなんとかしないと。この町も元通りになるだろうしな。本当か。本当に町が元に戻るのか。多分な。山にあるっぽいし行ってみるしかないな。よろしく頼むぞ。じゃあ行ってきまーす。雪山へ。これはこれは、あ、これ凍ってんのか。こういう風に凍ってたの。縛れる雪山行きましょう。早速ダメージ食らってしまう。燃える炎、燃える氷だっけ。氷の像で進めないもじゃ。あ、燃える水か。こんな時はそこにある燃える水を使うもじゃ。燃える水は氷の像を溶かすことができるもじゃ。よし、ブッカー、ここは俺様に任せるもじゃ。そこから投げたら自分も燃えるもじゃ。氷の像は溶けたけど怪我しちゃうもじゃ。自分の近くに落としたらそりゃ危ないもじゃよ。とにかく溶かすには燃える水もじゃだけに進むもじゃ。しおりさんいらっしゃいませ。おはようございます。そうですね、ひな祭りですね。そろそろね、そろそろ今日だっけ。いまいち日付とか気にしたことないからわかんないけど、一応あ、去年買ってた年か飾りがあるので、一応飾る予定ではいる。あ、またやってもた。予定ではいるんだけど、ただね、場所をどうしようかなっていう。ノア君がいるから、いつも飾ってた部屋に置けなくて、今日どうしようかという話はね、ちょっとしてましたね。それは帰ってくる道かな。あ、で、ここを開けてくれたのね。回収じゃーん。あ、唐辛子もあるよ。ノア君に絶対に荒らされちゃうだろうから、どうしようか。あ、そういえば、あそこ溶かしてないよ。復活しないよね。あ、これ一旦出ないとダメだな、これ。おそらく。あ、でも右のところに行けば復活するかな。ダメっぽいね。あ、復活した。よかった、よかった。いや、ここ当たるの？雪のもみじ系のやつだ。いけるか、これ。ちょい足りない。ちょいと。潰れて終わりだった。大木槌までいた。また、チュートリアルか。とか、急な坂があるもじゃ。危ないから引き返すもじゃ。兄貴、ここはこの坂を一気に滑り落ちて進むもじゃ。滑り落ちる勢いで反対側の坂を登るもじゃ。おいちゃんを言うなもじゃ。そんなことできるわけないもじゃ。でも兄貴、スライムはできると聞いたもじゃ。スライムは転がり続けて登るらしいもじゃ。スライムにできるなら、もうもんじゃだってできるもじゃ。見てみるもじゃ。了解もじゃ。騙されてるっていくのかなとかはちょっと思ったけど、危ないもじゃね。オッケーオッケー。もう3つ持ってんのか。これ懐かしいね。坂道の勢いを殺さずにあそこに入んなきゃいけないんだよな。
さんに行きたい。オッケー。ふわとびペン。登れ登れ。あ、空気の剣がある。待って、向こうの貯金箱壊してこようか。壊したー。これは何？入れ、入れ、入れ、入れない。この状態じゃ入れないのかな。じゃあ、このまま先進むか。すげえな。こんなに長続きしてたっけ。じゃあ、じゃあ、入れない。入れないよー。ここ降りれないけどな。よし。暴走スライム、海夏。一度走り出したら止まらない。マジで止まらなかった。吹雪の剣は回収したいなぁ。しまった。回収しとこう。なんで二人して同じことを言うの？飛びペンギン。回収しといてみよう。何体になったかな？何体か見れたっけ？おそらくこいつも20体集めたら仲間になってくれるんだろうけど。何体集めたか見れたっけ？あ、ここで見れるかな。今11匹だ。あと9匹。中に入れるぞ。これあれか。いけないね。あ、いて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 。あ、吹雪の剣で凍ったぞ。そんなことができるのね。あ、じゃあ、わかりました。なるほどな。吹雪の剣にあんな使い道が。ねえ。中トレ欲しいよな。どうせなら。来たついでに、ああ来たついでにと思った。あと、大きい筋いたな。あっち側にな。まあ、とりあえず先に進むか。あ、でもあれか。炎がないと先に進めなかったから。これを持って、左側へ。これ、あれかな。氷したらまた、じゃ燃やしたら溶けるんかな。ふい。わかめ。命の木の実。これで11になったのかな。近海を遅れ。この先電車とかあるか。あ、イエティがいる。これ燃える水必要そうだな。あ、唐辛子。来ないね。回収したいからトロッコ欲しいんだけど。この下げか？炎も回収したいけど、これトロッコか？あ、トロッコ。下げて回収や。かわいいな。イエティは近くにたくさんいるから、回収しやすそうだな。これ6でしょ？こいつ。よいしょ。9。これで10。あ、復活してる。11、12、13。こっちは復活してないの。14、15。イエティじゃないかな？雪山にいるから。見た目の差はちょっと覚えてないけど。で、16、17、これで18。とか、その辺にいるやろ。回収じゃーん。これで、イエティは回収できましたな。あ、で、ちょっと回収しとこう。確か結構強かった気がする。氷、燃える。燃える水はどこに行ったんだ。お、吹雪が凍らして、こいつら一旦回収しとこう。復活早いな。イエティ。ないか。何があるんかなと思ったけど。岩飛びペンギンもまだ集まってなかったっけ？確か。あ、燃える水がある。あ、そこで必要なのか。なるほど。じゃあ一旦回収して。はあ、そこも復活している。貴重な回収ポイントだけど、こいつはすげえ邪魔くさい、ね。14か。朝の準備入ってらっしゃい。あれ、これどうやって取ろう。取るの難しくないか。ちょっとどいて。燃えちゃったよー。降りれない。降りれた。で、ダメだな。凍らせないとダメか。ひなられも当時は違うのかな。今調べて知ったわ。あ、そうなんだ。違いがあるのね。
いいって怒ってたな、荒ぶってたわあそこちょっと難しくないか、なんか別のとこから燃える水持ってった方が安全そうだな。大き土どんだけ溜まってたっけ。あ、これでようやく9か。燃える水を探してこよう。燃える水プラスあれか、この氷の吹雪の剣も、あ、回収できんかった投げて回収してやれと思った。燃やしてもうたー。あ、吹雪の剣回収されてしまう。だからこれを無事届けよう。あ、ちょっと待って、これ危なくないか。上に投げれば大丈夫か。お、危なかったよし、お、回復ある。これこいつら危険な気がするぞ。いらないな。あ、でもそこにいるな。あ、回収ポイントが。唐辛子何に使うんやろあ、ここにいる水がいる。あ、ここにショートカットがあったぞ。行こう。さて何があるかな。ここは滑り台か。あー、なるほど、死んでしまったか。あれで帰ってこなきゃいけないんだな、坂を下った後に。 OK、 いたー。よし、次。これ一箇所行ってないな。宝箱があったエリアだったけど、これ溶かせるよね、確かね。そうだよね、燃える水がこんなに、ある意味危険地帯だ。これがなくても進んではいけるのかな。そこに入るには燃やさなければ。あれ、ここボス部屋じゃん。あれ、こっちがボス部屋なの。いや、違うな。ああ、何箇所かあるのか。なるほどね。お邪魔しまーす。あ、なんもなかったよ。また回収してこないで。なんかおかしいなと思ったんだよね。ボス部屋はおそらく真ん中だなーっていう。あの、回復ポイントがあったからさ。そう。なんもなかった。なんもなかったっていう意味で騙された。何かしらアイテムはあるかと思ったけど、お、届いたか。あ、ちょっと待って、なんでダッシュしちゃったし。また取ってこなきゃダメじゃないか。この身の血を欺くとは。貴様もやるの。そんなに大それたことをされた覚えはないのな。あ、やばい、危ない、回収できた。1個ずつ回収する予定が2個取ったから、ちょっとびっくりしてしまった。まあ、これで回収しやすくなったからいいか。はい、あ、で、あれか。どうせ、なくなっちゃうから、入ると。ここ道開通させとこ。氷がいっぱい回収できるの。そうはしないわな。私、じゃあボス戦行こうか。なんだろうね、ボス。ん？うー、寒いもじゃ。オーブのやつなんでこんなとこに。もっと南の島とかあったかいとこに行けばいいのに。てるより今回のオーブの宿り先が見当たらないもじゃ。そこにある変な人形とかに宿ってんじゃないもじゃ。もう適当もじゃねえ。どれどれ、動いた。こういう敵なんかで見たなバトリオーシカ。ヒヒヒ、お供え置いてけっちょふ、尻尾置いてけ。この子のこの匂い、ヒヒヒ。おっと、耐えて、ダメージ与えて、ちっちゃくして、最後の一体にならないと、ダメージ与えられないっていう仕様ね。あ、で、回転中攻撃しちゃダメなのか。当たらない、当たらない、当たらない、当たった。オッケー、当たった。ヒヒ、オーブは、わたかんちょふ、食べるちょふ、お、置いてけちょふ、ゴルバちょふらしいね。狭いな、改めて見たら。どこや、お前か。ブモット欲しい調布、おぞなえしろ調布。どういう攻撃になるんだろう、このマトリオシカは。欲張り民芸品、マトリオシカを倒した。お、白だね。白のオーブを取り返した。で、ようやく5個目か確か。回収回収。は、そこが動くのね。はい、パチパチありがとう。
あ、なんか一体回収してないね、敵。またか。なんだろう。誰回収してない？当てたら連続攻撃できたりするのかな？どうなんだろうね。もしかしたらそういう連続ダメージ系かもしれない、ね。本当にやってくれたんだな。恩に着るぜ。お前は仲間になるはずだぞ。いいって20体集めた。通りお前の仲間になってやるって。イエティだから語尾がティーなん。ユキが大好きの名声を手に入れた。で、あれだね、ペンギン多分足りてないよな。もうちょっとだった気もするけど。あと3体だったんだ。まあまた今度やろうかな。モンスター以外のお願いを聞きに行こうか。尻尾団との船バトルに20回以上勝利しているかしら？わからない。20回以上勝利しているらしい。お、オレハルコンだって。もうマジか。お礼って言うほどのものじゃないけどって言いつつ、めちゃくちゃいいものをもらった。成分が足りてないのは皆さんとしては集めないとだね。そうですね。ってガンガン集めてたけど、3体足りんかったね。あとちょっとだしね。氷漬けになって眠る大戦車、ゴレムズン近くを発掘しましたか？確かね、発掘したはず。発掘ポイントで発掘しています。玉ゲタの大したやつじゃわい。お礼にこれ受け取ってくだされ。お、いいね。奇跡の剣。ダメージ分回復するやつでしょ。はい、水分補給ありがとうございます。姿勢チェックもありがとう。スライムの申し子。どこで出会ったか覚えてないけど、ゴーレム型の戦車は、前発見してたね。ゾンビみたいなお化けの船と戦ってきてほしいな。あーは見たことないな、多分。毒薬草をくれるらしい。とりあえずペンギンあと3体か。回収してこよう。あと行ってないところ、1箇所あるから。はい、ね。よし。あ、溶かした氷は溶けっぱなしなんだな、きっと。あとこれだけ持っていこう。昨日自分でポイントの報酬のカスタムしててしたんですけど、暴言禁止とか発言禁止とかもあったりするんですね、デフォルトで。そうですね、いろいろありますね。私が設定してないだけで。あと、こっからいけないな。滑る水は、ダメっぽいな。もう一箇所どこにあったっけ？これはどこだっけ？あ、こっちか。あ、いけるね。あ、こっちじゃない。この上だ。斧か。あと一体、誰かを回収してなかったんだよな。誰が抜けていたんだろう。いつも、あと9体で、仲間にできたはずなんだけど。誰かいた？邪魔しているんだろうか。思い出しまった。あとこいつらをもうちょっと回収しようかと思ったんだけど。これで、あと何体？あと5体。いや、ベビーサタンはね、確かね、仲間っていうか回収してたんですよ。大木槌も回収してたしな。誰がいたんだろう。大木槌だしね。なんだろうね。全然、身に覚えが。こいつらだしな。あ、で、貯金箱は復活してるんだ。あの大砲行ってないな、そういえば。大砲に乗ったらわかる？貯金箱はね、中身を割らないと持ち運べないですね。ここは来たことある場所だな。あ、発射してしまった。よし、こいつらを回収しよう。あ、でもこっからだと、持ち帰れない。食べられないよね、きっとね。あ、これで凍る？凍らないかな。あ、凍らないな。よしよし。回収完了したかな。あと2体だよね。とりあえずこれで一旦帰ろうか。さあ、これで仲間が2人増えるぞ。アイドル追っかけの名声を手に入れた。え、アイドルって誰？あれか、ピンクモモンジャーかな。
遊び悪魔くん、仲間になったぞ。友達いっぱいの名声を手に入れた。あらまあ、あらまあ。よしよし。これで船バトルの仲間が3体増えましたね。さあ次はどこだろうね。次のオーブはどこにあるっすか？ミホンくん、カイツの出番っす。次のオーブは、頑張れってとこにあるらしいんだけど、実は肝心のカイツがまだ見つからないんだよな。なんで場所だけ判明しているんだ。仕方ねえだろ。うまくいかない時だってあるさ。でも、カイツについて詳しい奴らが町にいるらしいんだ。みなつ、町に行って話を聞いてくれないか？また町に戻るの。一体誰のことだ。特にポイントマーク出てないけど。ミホン頑張れ。この人だ。オルシチかビーフストロガノフかって言ってた。適当に話せばいいんかな。あ、元船乗り。わしらは呪いのせいで氷漬けにされていた。恐ろしや恐ろしや、こんなところに来なければよかった。頑張れへの改造を探しておるじゃと。それならば船の墓場に行ってみるといいかもしれん。細い川を進んで、その一番奥の真っ黒の扉の先にある。川の場所、はてどこじゃったかな。どこにいるわしの仲間が知っとるかもしれんの。こいつか。船の墓場だって？そりゃ覚えているよ。あそこにたどり着く途中に尻尾団の建物があってな。大きなモモンジャの形をした門のような建物だった。今頃は完成しているだろうね。地図にも乗るような大きさだったよ。他の連続バトルをこなさなきゃいけないんだな。ビーフストロガノフ食べたことないかもな。ビーフシチューみたいなのかな。詳しく私も知らない。調べよう。材料が違うのかな。なんか林ライフス的な感じっぽいよ。林ライスっぽいものみたいですよ。連続バトルをしている時間はおそらくなさそうだから、それはまた次回かな。仲間を見てみよう。岩飛び悪魔は敵戦にダメージとまっすぐにぶっ放せか。こいつ魚雷みたいに海の中を進んで敵の船に突進ダメージだ。なかなか優秀かもしれない。どんだけ与えられるかわからんけど。あとは、敵船の弾を消せ。敵の船に侵入してアイテムを凍らせて砕いて消すぞ。なるほどね。敵船に侵入系はちょっと難しい気がするけどな。ドカンとぶっ放せ、敵を追い出せ。どこからともなく取り出した雪玉で敵を攻撃してくれるぞ。どうしようかな。かける系の食べ物ですね、ビーフストロガノフって。すぐにぶっ放せを選択できるのは良さそうなんだよね。ドラミと一緒にそのまっすぐを担当してもらって、でドラオと一緒に主人公が山なりの弾を撃てば良さそうか。じゃあモモンジャと交換するか。作戦も変えたいんだけど、作戦は多分船バトルにならないとできないかな。船自体はね、一応強化とか新しい船買ったりして多少強くなってますね。何HP 上げられるぞ。レベルアップ。トゲトゲコンボが1足りないわ。選手強くできますね。お化け団員は使ってないからいいかな。これも強くしよう。この機械一気に上がる。マストも強くできるぞ。そして攻撃力が上げられる。いいね。船の攻撃力上がって、何が上がるかよく分かってないけど。多分、弾のダメージに加算されるんだとは思っているんだけど。あ、星降る腕輪が必要だ、これ。あ、そして飾りも強くできるね。できるものは強化していこう。モンスターの顔を剥いで強化してるんかな。どうなんだろうね。どういう強化なんだろう。あ、そしてこっちもできるな。それはありがたい。じゃあ、強化しよう。
確かにこっち曲がるね。斧と金塊で。あ、どうしようかな。強化しておこうか。速さは第一だ。そう。攻撃力もさらに上がったね。あとは結構希少なものが必要だな、この辺は。もう結構強くなったぞ。あとデッキもちょっといじろうか。ね、そうそう、これこれ。マトリオシカ。あー、遅いけど硬い。朝3は結構でかい。あの、釜の代わりにもなる。そう、硬いやつは敵の弾を2発受けても生き残れるからね。3あれ。これはちょっとでかい。面を抜くかな。そうそうそう。落とされにくいものはね、強いね。怒りの鉄球派ですか？遅いけど、硬さ1だもんな、これな。これと交換しよう。落とされにくいのはね、ありがたい。ダメージ与えやすいってことだからね。あとは、ミラーシールドっていうものがあったはずだけど、あ、これか、イカズチの杖もあったね。でもこれ帰ってくる可能性もあるしなぁ。で、ミラーシールド。敵の弾を跳ね返せるけど、あんまり遠くまでは飛ばない盾。あー、そういうこと。半分くらいまでしか飛ばないとか、そんな感じかな。それはちょっと使いにくくないか。絶対負けないハンマー。うん、これはこれでちょっと有効だから入れときたいけどなぁ。うん、追加ダメージ期待せずに、言おうか。これ交換しとこう。跳ね返せるみたいだね。ナンバリングタイトルだと魔法を跳ね返したりするけど、今作は物理の弾も跳ね返せるみたいだね。さあ、ちょうどいいんで、ここで一旦終わっときましょうかね。に詳しいやつが、あれ？その話聞いたよ。あれ？ミーホに話さなきゃダメだ。船乗りの墓場にあるんでしょ？聞いたよ。あ、こいつにも引かないといけないのか。恐ろしや恐ろしや。しかも場所を知らぬと申されるが、恐ろしや恐ろしや。あそこへの入り口はこっからそう離れてはおらぬ。よく探せば見つかるはずじゃ。これでいいのかな。もうなかなか面白い話じゃないか。新たな開示のためにあの船の墓場に行くとはな。クッ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 ク。その改造を俺が先に手に入れれば、お前はまた俺と本気の勝負をすることになる。これは面白くなってきた。海夏、また会おう。船の墓場でな。もう戦い大好きやな、こいつ。海夏、改造のありかは分かったか？ふむふむ。なるほど。細い川の奥に入り口があり、尻尾団の建物が近くにある。で、ここからそんなに遠くない。ってことだな。でかしたぜ。え？あと一つあるって？なんだって？スライバーにあった。あいつめ、先回りして改造横取りするつもりだな。海夏、早く出発だぜ。この辺りの川を調べるんだ。あ、じゃあ次回その船の墓場に行って、おそらくスライバーと戦って改造。はい、では最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。コメントもありがとうございます。配信お疲れ様でした。しおりさん最後までありがとう。コメントいただいていたビッグパパさんとしおりさんありがとうございました。現在 Twitch で生放送をメインで行ってます。フォローまだの方はフォローしていってくださいね。YouTube の方でアーカイブや各種動画を投稿してますので、YouTube のチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。連絡や通知は Twitter の方で投稿してますので、Twitter フォローもよろしくお願いします。それでは皆さん最後までお疲れ様でした。また次の配信でお会いしましょう。またね。バイバーイ。